ね。はい、じゃあ見てもらっていいですか。はい、はい、じゃあそれ見てください。え、見る、はい、こっちこっちですか、はい、お面白いけどこんなムキムキにいかがでしょうかちょっとそれ見せてもらっていいですか。はい、これですか、はい、2枚こんなん作ってできて、はい、いかがでしょうか。はい、よくできてます。こんなムキムキじゃないですけど、はい、かなり筋トレの方もやってると聞きましたけど、ちょっと最近はちょっとね、なかなかこう連戦でできなかったりもしたんですけど、はい、なんとかやってます。開幕前はそれぐらいムキムキやったんですか。いや、変わんないですね、ずっと維持はしてますけど。で、維持ですね、今そのそれ以上のパワーアップがなかなかできない感じで現状維持です。パワーとありますけど、まあ、後半戦ちょっと期待の方ありますが、はい、意気込みをお願いします。そうですね、まあ、自分を鍛えることも大事ですけど、選手ももっと鍛えて後半戦ね、しっかり巻き返したいと思ってます。頑張ります。それプレゼントするんでどこかに貼ってください。はい、マジですか。これ何用に作ったんですか監督用に、これ用に、はい、めちゃくちゃ嬉しい、ありがとうございます、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、失礼します。はい、ありがとうございます、本当に。こんな。いや、本来自分がやりたいできるプレーっていうのの感じだとまだ6割ぐらいかなっていうところですかね。いや、まああんまりチームのこと考えれてなかったですけど、まあ、自分の体をいかに早く試合に出れる体にするかってことをやっぱ最優先に考えてました。もう試合して休んで試合して休んでの、もう練習とかは大してやってない感じなんで、もう試合日以外はどんだけ体を休めれるかっていうのに徹底して練習に乗り切ってました。怪我の再発の怖さみたいなのめちゃくちゃあります。それは結構ケアは、そうですね、やっぱちょっとでも気になる部分があればトレーナーと話し合ったりケアしてもらってうまく乗り越えられたかなと思ってます。そうですね、やっぱ休んだ時に代わりの選手がいいパフォーマンスだったりいい結果出して自分のポジションを失うのがやっぱ怖いんで、そこは多少無理してでもやらなきゃなっていうところあります。そうですね、もちろん今もそうですけど、スタメンで確約されてるってことは確実にないと思ってるんで、やっぱその競争心っていうのは常に頭の中にあります。もちろん全然本当先ほども話したように6割ぐらいだし、まあ、あと自分のプレーをチーム全体にも分かってもらえてないところ もあると思うんで、まあ、これはやっていくしかないかなっていうところですかね。まあ状況によるかなと思うんですけど、まあ、相手の体とか向きが整ってなければこのボールに突っ込んでこいっていう感じですけど、まあ、相手の守備陣がしっかり中で整ってるのが見えれば、まあ、人に合わせなきゃなっていう使い分けはしてるつもりです。まあ、攻守にわたって安定感は少しずつ出てると思うんですけど、まあ、やっぱ結果ってところが、まあ、ちょっとうまくついてきてない時期もあるんで、まあ、やっぱでもプロの世界結果が最優先なんで、やっぱそこはもっと求めていかなければいけないかなって感じてます。それはやっぱ鹿島に在籍してる時のやっぱ監督だったりジーコの言葉、これやっぱミーティングから話を聞いていて、まあ、プロの世界の結果ってこんなに大事なんだなっていうのは感じました。やはり勝つことがすごく、そうですね、個人的な意見ですけど、夏場やっぱしんどいですし、まあ、もちろん技術戦術も大事ですけど、走り切れるコンディション体力とやっぱ途中から出てくる選手がやっぱ攻守にわたって試合を決める時期になると思うんで、やっぱチームの一体感、チーム全員で戦うっていうところだと思います。夏は得意だと思って、個人的には夏は得意だと思ってます。10になるのはいつぐらいにまあでもそれは自分のスタイルもチームに分かってもらっての10なんで、
まあ、今年中にはもう遅いかもしれないですけど、まあ、1% ずつでも上げれるように日頃からやっていきたいです。